英雄、道啓を背負い希望をもたらす、いかに死地を歩もうとも、いかに苦境に立とうとも、燃ゆる意志はなおも高ぶり、信ずる者がために核も戦う、その者英雄。日々が経ち、過去が未来に転じるとも、その名は微塵も朽ちることなく、新しき時代に轍を残し、混迷の世に今一度名は継がれる、その者英雄。歴史に刻まれし新風、その名は。ラーメン、ラーメン、しかもかかし先生のおごり、嬉しいってばよ。ま、お前もさくらも復興作業に頑張ってるからな、たまに部下をねぎらうってのも上司の役目でしょ。サイも来られたらよかったのにね。用事があるんじゃ仕方ないさ、次の機会だな。大丈夫だって、サイの分まで俺が食べてやっからさ。いや、何が大丈夫なのよ。とにかく楽しみだってばよ。しかしその様子を見てると、木の葉を救った英雄とはとても思えないな。げ、かかし先生もそれ言うのかよ。この頃どこ行ってもそれ言われてさ、こそばい食って仕方ねえんだけど。ま、お前が里を救ったのは事実だろ。人ってのは何かとヒーロー役を立てたがるもんなのよ。って、そんなことどうでもいっか。今は1分1秒でも早く一楽に到着する方が大切だってばよ。だな。待っててね、ラーメンちゃん。ほんと、どんだけよあんたのラーメン好きは。今日は何杯食べよっかな。かかし先生のおごりだから好きなだけ。いた、おい、やっと見つけたぜ。キバ、どうしたの。いいか、落ち着いて聞けよ。綱手様がほかげを解任された。ね、六代目は団蔵って人に決まったみてえだ。俺はよく知らねえけど、裏の人間らしい。団蔵だと。団蔵って確かサイの上司で。うん、そして以前オロチマルとの結託を企んでたやつ。驚くのはそれだけじゃねえ。その六代目は抜け人としてサスケを始末する許可を出しやがった。どういうことだってばよ。これはまだ噂レベルで聞いただけだけどよ、サスケのやつは暁の一員として雲隠れの忍びに手を出しちまったらしい。サスケが暁、なんで、なんでそんなことになっちまってんだよ。知らねえよ、俺だって混乱してんだ。雲隠れの忍びをやったとなると、大影が黙っていない。そもそもサスケは抜け人だ。普通抜け人は抹殺するのがセオリー。今までは綱手様だったからこそ穏便に計らってくれただけだ。私、団蔵に会ってくる。俺も一緒に行くってばよ。待て、いきなり怒鳴り込んでも何の解決にもならないよ。でもこのままじゃサスケは。だから待てって言ってんでしょう。今はとにかく冷静に行動するんだ。団蔵はお前たちが、特にナルト、お前が怒りに任せた行動に出ると踏んでいる。そのまま怒鳴り込めば
それこそ団蔵の思うツボだ。奴に拘束されて身動きが取れなくなるぞ。じゃあ一体どうすれば。いいから冷静になれ。まずは行動はそれからでも遅くはない。今は耐えろ。落ち着け。いいな。わかりました。しかし、ついに動き始めたか、団蔵。団蔵様、準備が整いました。ついにわしの時代が来た。長き時を闇に過ごし、ようやく訪れた好機、サルトビ。お前とは異なる方法で、わしはわしの思う忍びの世を確立してみせる。これより開かれる五影会談、失敗は許されん。その旨、肝に銘じておけ。フー、取るね。はは。行くぞ。第一章、五影会談。いいから冷静になれ。まずは情報の詳細を確認するんだ。加賀先生はああ言ってたけど、けどやっぱり俺は。よし。どこに行くんだい？ヤマト隊長。団蔵の元に向かおうとしてたね。行かせないよ。君を見張っているよう、カカシ先輩からことづかっているからね。俺は団蔵に会って確かめなきゃいけないことがあるんだ。わがままを言わない。先輩に言われたんだろ、冷静になれって。それでも俺はじっとしてられねえんだ。押し通る機会、ヤマト隊長が譲ってくれないならな。仕方ない。そっちがその気なら少し強引に拘束させてもらうよ。上司相手に本気で攻撃してくるかい。普通だってヤマト隊長が。やっぱりこうなったか。カカシ先生、どうにかしてくださいよ。全然言うこと聞かないんですよ。ことサスケについてお前が踏みとどまるわけないと分かってはいたが、まったく。このままじゃサスケはやられちまう。だから俺は。とは言ってもな、団蔵はもう木の葉にいない。五影会談参加のために鉄の国へ向かったからな。五影会談。世界は暁の存在を野放しにできなくなってきた。美獣の力を手に入れた奴らは今や大国をも脅かす存在になっている。だから今回各里の五影が集って暁の対応策を協議し合うことになったんだよ。ことの発端は雲隠れでの一件だ。雲隠れってさっき牙が言ってた。ああ、俺の方でも調べてみたが、サスケが雲の人中力に手をかけたことは事実らしい。そしてそれが雷影の怒りに触れ、会議の引き金となった。やっぱりサスケは暁にやがんのか。ここまで大ごとになってしまっては今の君にできることなんて。だったら俺は雷影に会いに行く。そんでサスケのことを許してもらえるよう説得する。おいおい、急に何を言い出すんだ君は。五影が集おうとしている今、どの里も過激な任務や行動は自粛するのが決まりだよ。暁を操ってんのは面をした男だって四代目が教えてくれた。ペインと戦ってキューブの力が暴走した時、俺の中で四代目と会ったんだ。その時に面の男が黒幕だって言ってた。16年前のキュービ事件もそいつがやったって。とんでもなく強くて四代目も手が出せなかったって。前の戦いで
ナルトが急備化したことは聞いていた。どうやってそれを沈めたのか気にはなっていたが、やはり4代目湊先生が絡んでいた。先生がナルトを救ってくれたんですね。面の男は暁を操ってる。サスケも同じだ。あいつは面の男に利用されてるだけなんだ。だから俺は雷影に会って本当のことを伝えたいんだってばよ。先輩、以前ジライア様から聞いたことがある。16年前の事件の黒幕、その可能性の話を。正直聞いた当時は半信半疑だったが、実際に黒幕と戦った4代目の話に嘘はないだろう。九尾を操る力、そして木の葉に対する憎悪、それらが該当する人物、それは内葉マダラしかいない。マダラですか。確かに彼の名を聞くと何があっても不思議じゃないと思ってしまいますね。これは好き嫌いを抜きにして、五影階段に向かった団蔵に知らせておく必要があるな。わかりました。僕の方から連絡を入れておきます。加賀先生、俺はナルト、四代目はお前に何て言った？え、父親ってのは息子にいろいろ言いたがるもんだろう。俺を信じてるって言ってくれた。よし、お前は雷影のところへ行け。ま、俺とヤマトはナルトの付き添いね。なんでそうなるんですか。ナルト、四代目が信じた道をお前はまっすぐに進め。俺はその補佐をやってやるよ。思いの丈を雷影にぶつけてみろ。おし、寒い寒い。早く戻ってこないかな。うるせえよ水月、黙ってじっとしてろ。カリン、そういう君だってさっきから世話しないよね。これはあれだ、暇だから運動してるだけだ。運動ってしかし遅いね、あいつ。まさか僕たちを置いて帰っちゃったんじゃないだろうね。それはないだろう。ここで俺たちを置いていく利点が奴にあると思えない。っていうか、姿形があれだけ怪しいのも珍しいよね。馬鹿正直についてきてよかったのかな。ねえ、サスケ。五影階段。ああ。五影が一堂に集う会合が鉄の国で開かれる。で、その情報が俺にとって何の得になる？団蔵、その参加者のうちの一人がお前の兄イタチを陥れた首謀者の一人。もっとも今では六代目火影を名乗っているらしい。団蔵。サスケ、鉄の国に向かうというのなら案内役をくれてやろう。絶。なに？サスケを五影階段の場まで案内してやれ。了解。戻ってきたようだ。いや、ごめんごめん、ちょっと遅れたかな。ちょっとじゃねえよ、おかげで凍え死ぬところだっただろうが、バカ野郎。あ、やっぱり寒かったんだ。ほぉ？それで、どうだった？さすが五影階段の会場だね。なかなかの警備だったよ。え？それじゃあ会場に侵入するなんて無理なんじゃないの？いや、どんなに強固な壁も必ず穴はあるものさ。ついてきな、裏口まで案内するからさ。
行くぞ。